ナナオです。今日の動画は久々の動画撮影でとても緊張してるんですけどね。ナナオさん、お願いだからルックブックでマジなパンツを履いてこないでと思うかもしれませんけど、皆さん安心してくださいね。このパンツの下にはちゃんとパンツを二重で履いていますので、ということで今日の動画はなんと明日僕から取材があるんです。もう一度言いますね。取材が、しかも何が怖いって角川さんじゃなくて集英社さんね。噛んだ今もしかして怖いんだけど、角川さんの小説を出すってことで大ごとねこってことでね、皆さんから本当に頑張って僕の小説をね買い漁ってくださったことによって、もしかしたらかもしれないけど、これすんごいもしかしたら見切れてるっていう可能性があるんだけども、気にせず僕喋っていきたいと思うんですけどね。こちら東京タワー、バレンタイン仕様でございます。ありがとうございます。皆さんが Amazon で予約をたくさんしてくれたおかげで、なんと僕の小説がなんか集英社さんの目に留まりましてね。そして集英社さんからなんかインタビューみたいなものを受け取ったんですよ。もう一回言いますね。集英社さんからちょっと今ね若干アルコールが回ってるからあんまり喋んないかもしれないんだけど、とにかく仕事を受け取ったんでございます。その七尾さんの質問みたいなものをちょくちょくもらいまして、すごい僕なんか芸能人みたいなっていうか、なんか作家みたいみたいな感じで、ね、伊坂幸太郎の生まれ変わりかしらみたいな感じで思ったんだけどね。まあ伊坂幸太郎死んでないんだけどね、怖いよね。それでどんどんと僕は、ね、仕事を受けようと思ったんですけど、いかんせん服がね。ということで、ルックブックと称して、僕が角川に着ていく服、角川じゃねえわ、角川なんて眼中いないんだからね。僕の目的は次、集英社。冗談です、頭が回ってないわ、ダメだ撮影が下手だな。明日僕が集英社に着ていく服を今回選んでいきたいと思うんですけど、買ってきたんですけどね。まずワンコーデ目、被害だらけのララ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 ラ、自称菅田将暉の弟コーデでーす。こちら僕京都のシカゴで買った服なんですけどもね、東京で買ってないんかいというツッコミ、黙りな、これ気づいたかもしれませんけど、僕この動画急遽撮ってます。僕帯撮影で本当にクソみたいな没個性みたいな服を帯撮影をしてしまったっていう後悔があったんですね。なんかただのなんか水色のワイシャツみたいな感じ、あなた本当に YouTuber ですかみたいな感じでね、2つのコーデで服を選んできてくださいって言われたんだけど、めんどくせえなと思って、それでなんかワイシャツにニットをかぶって、その1着目のコーデの撮影が終わった瞬間にその1着目のニットを取り外して、それで2着目のはいワイシャツでございますみたいな感じで、それでな時を過ごしたっていうね。今回はこちら個性的な服、菅田将暉の弟みたいな感じでね、菅田将暉さんのファンと小松菜奈が今すごい僕に撮影を向けてると思うんだけどね、本当にあんたたちの撮影ごときじゃ僕はへでもないねみたいな感じで、ちょっと今回このホテルすごい狭いから、もしかしたらすごい近所迷惑かもしれないと思ったんだけどね、下こちらはございません。はい、これ結構僕気に入ってまして、俺この服で僕この服でジェラートピケで行ったんだけど、そのジェラピケの店員さんに、あ七尾さんですよねって気づかれたからね。この服装でね、ジェラピケでジェラピケのパジャマを買ってるところをなんかまずバレたぜみたいな感じですごい気まずい思いしたんだけど、しかもその時僕店員さんに対あんまりよろしくなかったからね、ジェラピケの店員さんにね、あこちら新作でございますって言われて、へーみたいな感じの態度を取ったら、で会計が終わって店を出た瞬間に、あもしかして YouTuber やってますかって聞かれて、今言うって思ったんだけどね、YouTuber でございます、本当にありがとうございますみたいな感じで、好感度が上がったのか下がったのかよく分かんない状態なんだけど、ね、話は出るんだけどさ、その YouTuber さんですかって聞かれることが多いの。 YouTuber さんですか、その質問ってちょっとギャラクシーすぎないかって、七尾さんですかじゃなくて YouTuber さんですかって聞いてくる、そちらの感情どういうこと、5文字説明してください。はい、ちなみにこの服装でさ、集英社の結構真面目な質問に答えたら、もしかしたらなんか不謹慎なのかなってかさ、話はまた変わるんだけどさ、その僕ね、集英社さんからの質問が来ますみたいなことを聞かれた瞬間に、やばい、アドリブが効かないってことはみんなも分かってると思うんだけどね、アドリブが効かなくて本当にグダグダ質疑応答になるってことが分かっていたから、どういう質問が来ますかっていうことをあらかじめ募集したわけでございます。募集じゃねえわ、集英社さんに聞いたわけです。で、その集英社さんからの質問事項にね、僕の小説の内容に関するものがあったわけですよね。で、それで思ったわけよ、僕の小説ってまだ発売してないのね、発売してない本の内容が集英社の社員にも渡ってるんだっていうかね、僕の本で角川で発売するんだけど、その角川で発売する本の内容が発売する前に集英社に渡ってるんだっていう、ちょっとこれ以上言ったらもしかしたら出版業界の俺暗殺されるかな、 FC が見てるかもしんない、これ以上言ったら殺されるもしかして、いや負けないよ僕は。ということで2コーデ目に来たと思います。生きることが辛いとか苦しいだとか言う前に、こちら僕の自覚醒コーデでございます。さっきの黄色はなんか僕なんかさ、 YouTuber としてちょっと黄色なんて着ちゃって、こういう公式の場合出ちゃいますみたいな感じのね、自我を出していこうみたいな感じのね、まあそんな自我全くないんだけどね、まあ YouTuber として舐められてはいけない、私はただの23歳の作家志望ではないんだよみたいな感じで見せようという感じのコーデだと思うんですけどね、こちらの実家に帰る七尾スタイルがね、どこにでも通用すると言いますかね、まあ簡単に言えば普通コーデでございますけど、あー眠い、どうしようこの撮影めんどくさいな、ね、正直このルックブックとか正直どうでもいいんだよ、明日の集英社の面談が僕すごく緊張してるっていう話がしたいだけなんでございます。はい、
うん、ああそうだ、不動産見つかりました。いい物件が1軒見つかりました。ありがとうございます。集英社の僕に続く。どうもこんにちは、七尾でございます。今日ついにその取材があるよ。みんなどうする？そのさ、取材する人の性別によってさ、結構僕パニクるかもしれないんだよね。取材してくる人間が男だったらマジでさ、俺ブチギレるかもしれない。ブチギレはしないかもしれないけどさ、お願いだからね、喋りやすい女性であってほしいというふうに思うんですけどもね。ちょっと男だったらマジで俺ビクつくっていうか、就活の面談かなっていうふうに思う可能性がなきにしもあらずんばことしながらさ。ということで今回僕はあの服装は菅田将暉の弟スタイルで行こうと思ってるんですけどもね。僕が不動産の長きにまで戦いね。本当にお前何軒回ったのって思うけどね、ほん東京の物件って本当にびっくりするんだよね。今回はなんか何個かタワーマンみたいな感じの回ったんだけど、そのタワーマンで外見がねすごい豪華に見せかけて、なんかエントランスとかはねなんかすごい警備が厳重で、エントランスのところにビジネスルームみたいな感じでね、なんか食事する場所とかさ、よくあるさ、最近はフィットネスルームとかさ、あとなんか温泉がついてますみたいな感じのね、タワーマンションがあって、あもう別にいられないなと思いながら見てたんだけど、なんかそんなタワーマンションなんかどんな素晴らしい部屋かなと思ったら、実際中は本当に独房みたいな感じで、えこれから僕独房に入るのと思って、一階にはフィットネスルームとプールとさ温泉がついてるマンションなのにさ、実際僕はそこであの独房みたいな部屋に入ってるのかと思ったら、ちょっとなんか皮肉と言いますかね、何やってんの、うん、しかもなんかその部屋もさ、タワーマンションの外観は綺麗なんだけど、中入った瞬間になんか全ての部屋が四角の感じで向かい橋になってる感じがして、なんかなんだろう、シャーロットのあの能力者たちの家みたいな感じになってんの、わかります？怖いよね。俺たちは実験動物じゃないぞ。これでなんとか僕もいい亡き子になることはなくね、4月以降も生きていけると思うんですけども、なんか最近僕美女が上がった疑惑があったんだけど、そうでもないね。なんかゴリラ目が強いというか、で太りました奈良さん、誰も興味ない、もしかして。あの、先に謝罪申し上げておきます。今回僕ん家のマンションでエレベーターで警報を鳴らしてしまったのは私奈良でございます。本当にすいませんでした。いやびっくりしたよね、本当に人生で初めてエレベーターで警報を鳴らしたわ。いやふざけてボタンを押してしまったわけではないんです。その警報を鳴らして黙って逃走してる感じの状態なんですけども、悪いことではないのかなと思いつつもね、ちょっと謝罪申し上げたいところでございますけど、ね、後でちょっと事後処理はしておきたいところなんですけどもね。まあ、エレベーターに乗ってましたよ。そしたら肘に何か感触があった。そう、肘で僕はあの警報のボタンを鳴らしていた。ボタンをちょっとポチッと押しただけでは警報にならなくて、そんなね、そんなあの福田大学園の木村良平みたいなことにならないんですけども、あの僕は今回僕はあの肘をちょっと乗っけてしまっていたせいでね、そしてしかも僕の自分の階についた瞬間にその肘をボタンから外したから、僕の階についた瞬間に警報が鳴ったの。エレベーターに警報がなんかマンション中に響くんじゃなくて、そのエレベーターだけで警報が鳴るの。しかも何が怖いって、そのエレベーターの動作が止まらないわけよ。警報が鳴ったんだから、そこでちょっとエレベーター止まれよってちょっと思ったんだけども、止まらずにね、またそのままなんか下1階の人がなんかエレベーターなんかしないけど1階に戻っちゃったの。警報鳴らしたままね、やばいと思って、僕あのちょっと自分で警報鳴らしてしまったことをどうにかなんかその大家さん的な人に伝えなければいけないと思ったけど、あの僕のマンションでそのね、大家さんが駐在在中常駐常駐してる感じのマンションではないんですよね。その非常階段で下に行きながらも、あ僕あの下に戻ったらいいものの、誰にこれ言えばいいんだろうと思って、で下に戻った時には僕あの警報の鳴ってるエレベーターに乗っていいのか困ってる男性1人と、あとカップルが1組ね、上から戻ってきた警報鳴らした情報員の僕ナナピーミンクが参戦したわけでございますよね。でそのカップルがちょっと電話してんだよ。これ多分大家さんなのかな、大家さんに電話してたかわかんないんだけど、まあ、ちょっと会話的に大家さんっぽくはなかったんだけど、まあ、そのカップルは置いといて、その男性があの1階にあるエレベーターに乗っていいのか分かってないのね。警報鳴ってるから乗っていけないのかなと思って、もでも警報を待ってる男もちょっと怖かったし、あのこの警報を鳴らした犯人は僕ですみたいなこと言えずにね、なんか僕もなんかあたかもね、あ僕もこれから乗りますみたいな顔面を引き下げてね、その男が迷ってるから、あなんか動いてるから乗れそうですねみたいな感じで、その男を勝手にエレベーターに乗せて、そのそのまま僕はなぜか知らないけど、その男と一緒にあの警報が鳴りまくってエレベーターでまた僕の自分の階に戻ったわけですよね。何の手間だったんだと思ってね、その子は僕よりも下の階で降りたわけですね。でその僕が上に行った際に、あ僕ちょっとちょっと警報の止め方が分かんなかったから、僕は何をしたかというと、あのエレベーターの監視カメラに向かって頭を下げました。自白しました。僕本当に言葉を使って、あの本当にすいませんでした、あのこれは僕でございます、あの僕です、本当にすいませんでした、すいませんでしたって言葉で言ったからね。音声を録音する機能があるのか分かりませんけど、頭を下げて監視カメラに向かって、僕がその階に降りた瞬間その警報が止まったんですね。あれさ、エレベーターの中に確かに通話みたいなものはあったよ。そのなんか管理会社に通話してくださいみたいな感じで警報が、いかんせんその警報が鳴ってる状態でもエレベーターが動いてしまうわけで、その状態で僕はエレベーターの電話を使って、その管理会社の方が、ね、あのすいませんこれミスですっていうことを言ったら、動いてる状態のエレベーターで何やってんだこいつと思うじゃないですか。エレベーターが健全に動いてるのに、なんか僕一人なんかエレベーターのさ電話使ってさ、あすいません警報鳴らしてしまったのは僕ですみたいなことを、そのエレベーターをなんかエレベーターを使ってる人客たちに見られながら、僕はそのなんか管理会社になんか弁明をする、うん、それを見られ続けるんだよ。このエレベーターが正常に動いてしまってるせいでね、警報鳴らすんだったらエレベーター止めてくれないかと思ったね、うん、ということで今回そんな話はどうでもいいんだけど、ナナオ vs 集英社の戦い蹴りがつきました。そしてなんと物件も蹴りがつきましたよ皆さん、分かんないけど、ね、まだ審査をしている可能性が、江口拓也のいない西山幸太郎みたいな状態になりかねませんけども、うん、ビジネスの時にも本当にもうね呪われてるのかと思ったんだけど、もう村田さんもちょっとびっくりだったんだけど、集英社と話す前にもちょくちょくあの僕の小説の話でね、角川だったんだけど、角川で集英社の方とあの取材を受けるという感じだったんだけど、質問事項みたいな感じで、ね、この小説を書いた理由がみたいな、この小説をどういう気持ちで書いたんですかみたいな感じなのか、作家みたいな質問を受ける予定だったんだけども、その前に、まあ、角川でちょっとあのね、まあ、ま
だ言えないんだけどね、皆さんちょっと期待しててください。もしかしたら期待しない方がいいかもしれませんけども、はい、角川で打ち合わせみたいなことをですね、とっても大事な打ち合わせみたいなことをしつつ、で3時からその集英社の方と取材だったんだけど、なんと2時ぐらいになって、そう、七尾の呪い、お前は絶対に家から出るなって思うかもしれませんけど、その集英社の取材をする方がなんと、このニュースが2時半ぐらいに来て、取材がリスクされたんですよ。リスクとかになんか就活もしてないのに、こういうなんかビジネスマンみたいな言葉使わないでみたいな、 YouTube らしい言葉使ってって思ったかもしれません。まあ YouTube らしい言葉でリスクを言うと、本当にもうどんぐらかしちゃんばっこーみたいな感じになったんですよ、その取材がね。そのニュースを聞いた瞬間にもう村田さんがこっちを見て、七尾さんお払いに行きましょうみたいなこと言って黙りなと思ったんだけどね。正直言うとちょっと気が楽になったぜとか思いつつ、本当にもう集英社だからどんな質問が来るのか怖くて、本当にその取材がなくなったってことで、少しもうちょっと物件も決まったし、これで安心して京都に帰りますみたいな気持ちで、そしてあるだろうね、なんか角川の打ち合わせをしてる最中になんとね、僕の担当編集者 X がなんか謎の粘りを見せまして、オンラインビデオ通話でやっていくことも可能ではないのかみたいな感じで、本当に謎の粘りを見せたの。まあありがたいですけどね、本当にありがたかったです。集英社と僕のなんかツーショット、僕が取材をしてますみたいな感じの雰囲気で写真を撮ったので、カメラマンまで用意してるから、そのカメラマンの方、僕すごくない？俺カメラマンに写真撮ってもらおうとしてるんだよ今。帯撮影の話じゃないからね。みんな時系列ごちゃごちゃになってかもしれませんけど、帯撮影の謎のアゴマスクを作った状態で帯を撮ったって、あれは遥か昔の話だと思いますからね。まあ今回の取材も僕アゴマスクなんだけどね、執念だよね。実現になるかなと思って、僕もこれから帰るぜみたいな感じで、これからの展望みたいな感じで、これから大事なことみたいな感じで白目向きながら話を聞いてたんだけど、なんとエクシの謎の粘りによってズームでの取材で OK ってことになったんですね。僕も本当にその時帰る気満々だったから、もうマジかと思って、まあ、カメラマンさんだけ一人来て、それで僕はでパソコンでオンラインで取材を受けさせていただきました。ありがとうございます。本当に貴重な機会でございました。本当に裏話もしかして言っていいのか分かんないですけども、これ集英社の小説スバルですね。情報解禁日みたいなものが全然僕は分かってなくて、これ本当に適当に喋ってるからさ、もしかしたら YouTube でペラペラ喋んないでって感じの案件な可能性がすごく高いんですけども、まあどうでもいいよね。小説スバル発売日が2022年4月号3月17日発売、すんごい先だから、これ多分情報解禁全然ダメだこれ。この動画いつ出せるんだろう、分かんない。まあいいや、情報解禁日がいつなのか分かんないですけども、これだけ一つ言えるのは、集英社から出るこの小説スバル3月17日発売4月号には僕があとかもね、集英社の方と喋ってますみたいな感じの写真がで載ると思うんですけども、なんとそれ僕オンラインなので、その集英社さんがいないんです。で対面でないと誰かが喋ってるみたいな感じの写真になってると思うんですけど、その対面の相手はなんと村田でございます。村田さんと僕が喋って、あ、これを村田さんを集英社のインタビュアーだとして喋ってくださいねみたいな感じです。皆さんぜひ小説スバル買ってみてください。僕はとかも集英社の方と喋ってますみたいな画像になってるかもしれませんけども、なんとその喋ってる相手はバディ村田でございます。この話絶対しちゃいけないと思う。ということで七尾 vs 集英社の戦い、これで決着。どうしよう、この動画後半になんかつけようかな。七尾初めての角川訪問で第一国編でもつけようかな。それでは今回の動画は以上になります。チャンネル登録、高評価、コメント、TikTok の気に入っていけたら世界から見られます。誰が感じられている七尾初出演、ライオンと猫絶賛予約中です。Amazon でチェックしてね。七尾公式 Twitter、Instagram は、細谷さんが40歳だって。それではまた来週も見てくださいね。じゃんけんぽん。ふぅぅぅぅ。タクシーがイニシャル D 過ぎてもう吐きそう。角川ここだべ。早く来すぎて誰も来てないわ。村田さんしかいないから、もう俺角川侵入していいかな。すごい警備員こっち見てくる。見てんじゃねえよ。中入っていいのかな。ダメかな。強行突破するよマジで。村田さんが中にいたりしたらどうしよう。強行突破しなさいって感じなのかなこれ。まあこんなバカでかいカメラ持ってるから、俺が YouTuber だってこと多分気づいてくれると思うんだけど、俺が YouTuber だってことに気づいても七尾くんですかって声をかけてくれる警備員が一人もいないから、多分こんな意味プーさんの YouTuber 誰も知らねえか。強行突破する。もう中にいる疑惑ある。すいません、これウームから来た YouTuber のクリエイターなんですけど、はい、ウームの社員さんって中に入ってたりしますか。そうです、待ち合わせしてるんですけど、中に受付あるんで、はい、私受付まで大丈夫です。普通に弾き返された。帰りなっつって、担当者わかんないんだったら帰りなみたいな、まあ、こんな感じには言われてないけどね。多分村田さんたちがまだ一人も来てないっていうことから、ちょっと僕が一人で入るのは気まずいということで、ちょっと逃げてきました。さすが角川って感じ。あ、やばい、すげえ警備員こっち見てる。怖いギリ関係者じゃないっていうか、もう全然関係者ではないから、本当にもうちょっと村田さん早く来てくれ。こういうのってクリエイターよりもバディが先に来るのが定石と言いますか、まあ、俺が緊張しすぎてちょっと早く来すぎたってのもあるんだけどね。割と嫌がらせ。ほらゴニョゴニョ喋ってるよ。ここにあるピンマイクみたいなものゴニョゴニョってさっき喋った、怪しい人物がいるつまつく、撃ち殺せっつってさっと持ってこいみたいな。ああ、撃たれちゃう。マジスカ5の最終巻の宮脇さくらみたいになる。誰にも伝わんない。え、村田さんから連絡来たんだけど、現地到着しましたかで、おるわっつって、もう少しかかりそうでしょうか、いるみたいな雰囲気出してんだけど、この人。俺がこの雨の中、会社の外にさ、弾き出されてるのが、この人、ノーノーとまさか中にいる。え、こいつ中で雨宿りしてない、こいつ。おい、村田。わかるよ、俺、外に湿らされてんだからね。言っときますけど。さっき受付の人はさ、中にウームの社員さんは誰もいませんみたいなことでさ、俺、帰りになって言われたんだけど。え、この人、ウームということを名乗らずにまさか中に侵入したスパイ。あ、来ました。玄関前ですね、探しますね、だって。いるん？場所が違う、もしかして。待って、マジでこれ場所違うとかある？ふざけないで。それはすいません、ここって角川富士見ビルです。ビルはですね、もう一個向こうの通りなんですけど、もう一個向こうの同じようなレンガ調の地下鉄のビルがございますんで、歩いて着きますか。歩いてもうそこすぐ左曲がって一歩本当向こうの、あ、わかりました、ありがとうございます。なんとビルを間違えていました。ごめんね村田さん、ビル間違ったのにノーノーとさ、動画撮りながら現れたらブチ切られるよね。あれじゃね、あ、ここだけど、もしもし、叫ぼうかな。村田さん、
あ、いた？あれ、はい、いたっぽいっすな。叫ぼうかと思いました。やめてくださいよ。